キリのセックス見たことある？キリ？うん、ない。すごいで、一回見てみんや。今度学校でもサークル作ろう思って。うん、やろうよ。サークルはちょっと寒いな。何がよ。どこ行くやん。おう、カタルシスの聖地かな。パチンコやろ。まあまあ、そういうことにしたと。おい、皆さんこんにちは。今回この映画の監督を務めてます牧賢治です。この度は唾と蜜の予告編をご覧いただきましてありがとうございます。この映画は、ヒップホップが舞台なんですけれども、僕が19、20歳前後の頃に実際に、目にしてきた、体験してきた、ヒップホップの世界、その当時衝撃を受けた、ヒップホップという音楽、そしてその舞台の裏側、アンダーグラウンドな世界、それを、元は小説という形で、作っていたんですけれども、この度映像化する機会を得まして、映画という形で、制作いたしました。アンダーグラウンドの、ドロドロとした世界、もう描きつつ、音楽性の高さ、非常にヒップホップという音楽の魅力をしっかりと描きたいと思いましたので、本物のアーティストの方に、出演していただきたいという思いが、強い思いがありまして、で、今回主演にヒップホップの、ラッパーを目指す青年として、某フリースタイルバトルのテレビ番組の出演しているアインシュタイン君にお声掛けをさせてもらったところ、すごく面白そうだと、ぜひやってみたいというご返事をいただきまして、この企画はスタートしました。その他にもですね、ヒューマンビートボックスの日本チャンピオンである翔くん、他もう本当にさまざまな、アーティストの方にご協力いただきまして、すごく音楽的にも、ストーリー的にも高いレベルのものが仕上がったと思っております。セックスシーン、暴力シーン、その非合法なドラッグシーンとかっていうのを結構リアルに描いてますので、演技もどん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 こうリアルなこう演技になっていくんですね。でもちろん撮影許可は取ってる場所で行ってるんですけども、白熱してくるとやっぱりどんどん大声になっていって、暴力シーンとかになってくると、外でやってるとどんどんこうクレームが来るんですね。でこの映画を通じて計、2回ですかね、警察の方が撮影場所に来られて、ストップっていう、撮影ストップっていうのが2回ありました。もちろんさ、許可を取ってるので事なきを得るわけなんですけども、それぐらい気合を入れて皆さん本当に演技派俳優も揃えて撮ってますので、どこでこうストップされたんかなっていうところとかも見ながら、考えながら見ていただければ面白いんじゃないかなと思います。実は映画としては2作目になるんですけれども、処女作は、2年前に撮ったジェイピングという短編映画なんですけれども、その短編映画で、ヒューストン国際映画祭、で短編部門の金賞をいただきまして、
ヒューストン国際映画祭っていうのは、過去にあのスピルバーグであるとかジョージ・ルーカスとか海外の監督陣が登竜門的に、受賞してきた北米で3番目に歴史のある、映画祭なんですけれども、そこで見てきたあのインディペンデントの映画の数々のレベルの高さを見て、本当に衝撃を受けたんですね。というのも海外、特にアメリカでは、インディペンデント自主制作であれ映画を作るのに短編でだいたい 2,3,000 万円、長編になると、5,6,000 万円をかけるのが、まあ、普通だと言われています。そんな中で、次のこの唾と蜜長編映画も世界で勝負したい、勝負できる作品になっていると思っています。ただ今クランクアップ撮影をすべて撮り終えた状態ではあるんですけれども、ここから編集作業もしくは翻訳作業であるとか、または出品作業であるとか、さまざまな、ことに対して費用というのは必要になってきます。ここからが世界で勝負していくためのキーに鍵になってくると思っています。僕はこの映画を作るにあたって、とりあえず予算は300万円は用意なんとかしていました。というのも、まあ、昨年子供を授かりまして、で、新居を構えまして、で、まあ、貯金を全て、まあ、そこで使っていたんですけど、まあ、300万円だけは子供の養育費として残していたんですけれども、それを今回、まあ、映画を作るきっかけがあったので、その300万円全てを今つぎ込んで映画を撮ってます。ただその300万円も今尽きようとしています。この先この映画を完成させて日本中に世界中に広げていくためには皆さんのご協力が欠かせないものとなっていますので、本当にみんなでこの映画を世界に送り届けてほしいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。頑張るぞ。